はい、早朝から大変申し訳ありません。昨日の夜、県内において4例目の新型コロナウイルスの感染者が、確認をされましたので、公表をさせていただきたいと思います。まず何よりも、陽性反応が出たご本人に対しまして、心からお願いを申し上げさせていただきたいと思います。ご本人、現在下痢の症状はあるそうなんですが、発熱、肺炎、等の所見はないということで、軽症でございます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。また今からご説明させていただきますので、冷静に受け止めていただけたらというふうに思います。今回の感染者も3例目の方と同様に海外の渡航歴がございます。スペインとヨーロッパの渡航歴がある方であります。また帰国後はしばらく関西の地域に滞在していた期間がございまして、現時点でははっきりとした感染源は不明でございますが、あくまで推測でありますけれども、海外かあるいは関西方面のいずれかで感染されたのではなかろうかというふうに思われまして、県内で感染したものではないというふうに判断をしています。またご本人は3月の25日ですかね、戻られたのは25日に愛媛県に23日に県内に戻られて以降は、いろんな会に出たりということは一切なくです。ずっと外に出た時もマスクをしっかりと着用して行動をして冷静に行動していただくことを、申し上げたいと思いますし、また移動はすべて自家用車、県内に戻ってからは自家用車ということになりますので、まず冷静に行動していただいておりますことを感謝をしております。昨日の夜の9時前に陽性が確認されましたので、すぐに、昨日やるべきことの指示を、所管のすぐ県庁に連絡をしまして、昨日中にご本人の陰圧病床への入院、それから、自家用車及び自宅の消毒、そして、帰ってから一番、濃厚にどうまで行っていいのか、その接触のあったご家族、お二人ご両親の検体採取、昨日の12時過ぎにはすべて完了をしているところでございます。そういうふうなことですから、今ご両親のご家族の PCR 検査を実施中でございますので、今日の夕方にはその結果が出るのではなかろうかと思います。そういうことで今のこの段階では、感染が拡大しているという可能性は極めて低いというふうに考えておりまして、この点、皆さんにも、また県民の皆さんにも、冷静に受け止めていただいたら幸いでございます。ぜひ、昨日ご本人には可能な限りの行動詳細も、聞き取り済みでございまして、ご本人のプライバシーに配慮した上で公表させてほしいという、理解をいただいておりまして、今日発表するものでございます。まず感染者の概要でございますが、20代の男性でございます。住所地は新居浜市で、無職の方でございます。次に症状経過行動歴でございますけれども、現在把握している内容は資料をお配りさせていただきました。3月の上旬に、スペインを含むヨーロッパを旅行しまして、3月14日に関西空港に、帰国をされています。
14日から帰国後は3月23日まで関西方面に約10日間滞在をしまして、23日に高速バスで新居浜市に移動を図っております。この間もマスクを着用されているということでございます。23日に新居浜市の自宅へ帰宅した後、その日の夜に発熱37度目のところですから、相当高熱ではありません。そして、高熱は今も下がっているんですけども、今も続いているのが下痢の症状でございます。この日に下痢の症状が現れまして、24日は終日自宅で過ごされています。で、その翌日25日に、医療機関を受診されました。受診時には発熱、呼吸器症状はともになかったそうなんですが、海外の渡航歴もありますので、医療機関の医師が新型コロナの感染を疑って、帰国者、接触者、相談センターに連絡が入りました。で、それを受けて翌26日に検体を採取の上、同日、県立衛生環境研究所で、PCR 検査昨日行ったところ、先ほど申し上げましたとおり夜の9時ぐらいに、陽性と判明したところでございます。先ほどこれも繰り返しになりますが、昨日のうちに陰圧病床への自宅と自家用車の処分は完了しに行っております。念のためもう一回申し上げますと、感染者は新居浜市内での移動は全て自家用車で移動して、全てマスクを着用ということでございます。感染者の同居のご家族お二人につきましては、西条の保健所より自宅待機と健康観察を、要請させていただきまして、ご了解をいただいているところでございます。濃厚接触者はご家族2名のみ、県内においては2名のみと把握しておりますが、今後新たな情報が判明した場合には迅速正確にお知らせしたいというふうに思います。また繰り返しになりますが、県民の皆さんにはこうした事実を一つ一つ受け止めていただきまして、冷静にこの段階で落ち着いて受け止めていただきたいと思います。そして引き続き個人個人の生活上での対策をしっかり行っていただきますようによろしくお願い申し上げたいと思います。以上、概要についての説明をしております。ただいまの発表事項に関して質問のある者はお願いします。テレビ秘密ですが、この男性は学生なんですか？ちょっとプライバシーに関わるので、無職20代ということで、控えさせていただきます。NHK です。ヨーロッパ旅行、スペイン他ってあるんですけれども、そのスペイン以外、例えばイタリアとか、そこ他にも分かっているところがあるんですか？スペインだけではないということなんですが、スペインということで、などということで、ご理解いただきたいと思います。この関西方面というのは、具体的にどこっていうのは分かって、大阪京都大阪その他にもいくつかありますが、立ち寄った自治体にはこちらから連絡をしております。そこではそのどこで泊まってたホテルとか友人宅とか、なんか、分かってる、分かる範囲でそれぞれの自治体の現状には連絡するでございます。ただ症状が出る前ですので、そこまで、詳細な、前の3例目と違うのは、前の3例目の方については症状が出てたということなんですが、今回棄権して23日に棄権して初めて症状が出たということで、ちょっとそこが違うケースになります。この方はお一人で行動ですか？旅行だとか。いや、一人ではありません。その対象者の居住地のところについては連絡を済みで、県外の友人とともにヨーロッパを旅行してたみたいな。そうです。はい、そうです。現地で感染拡大がないという認識ということなんですけど、学校の再開とかその辺の変更というのは分かったんですか？今は全然考えてないですけども、ただし、今日先ほど申し上げました午後にご両親のところが出ますので、
まあ、陰性であれば拡大の心配はないという判断をしますけれども、うん、まあ、仮に陽性の場合はその時点で対応するのは可能になります。あのさっき前にも申し上げましたとおり、学校やイベント等への、まあ、なんですかね、こう方針につきましては、臨機応変に新しい状況が生まれた場合には再考するということを申し上げておりますので、その通りにその趣旨に従って検討したいと思います。わかりました。関西滞在中というのは、受け入れ機会これは、さまざまです。さまざまです。友人の自宅とかっていうのも含めてさまざまです。高速バスで新居浜に戻られてるかと思いますが、そのあたりバス会社だとか、その乗客への知らせとか。そうですね、先ほど申し上げましたように、3例目の時は、症状が出てたということがありましたので、航空会社に要請をしまして、周辺の方々の確認は行ったところなんですが、まあ、今回は症状がこの時点で出てるので、自宅に帰ってしばらくしてからの症状。ちょっとそこは違うと思いますので、今の段階では考えていません。ただ先ほど申し上げましたように、ご両親の判定次第では、こういう要請なんかにしなければならないと思います。